キチャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。総チェック。はい。もうすぐ交流戦でございます。あ、今日佐々木誕生日です。5月20日です。48歳、年男です。王さんと一緒です。王さん僕の3回り上です。だから王さん84歳、ハッピーバースデー。あ、全国の5月20日誕生日の皆さん、ハッピーバースデー。佐々木ももう48歳、おっさんです。はい、もうすぐ、半世紀経ちますけども、まだまだパワフルに元気に頑張っていきたいと思います。皆さん、ぜひ、ソーチェックも見てください。さあ、月曜日ソーチェックということで、まあ、もうすぐ交流戦ね。さあ、その中でね、どういう試合展開になっていくのか、パリーグの火が消えるのか、ね、セリーグはどういう団子なのかっていうところでね、盛り上がってみていきたいと思いますけども、まずはロッテ対日本ハム、17日の試合1対1でロッテ日本ハム引き分けというところで、この引き分けはロッテにとったら痛いね。やっぱ佐々木朗希を持ってきてね、前の週はエスコンで日本ハム3連戦でここは、マリンでね3連戦って言ったところで、佐々木朗希持ってきて1敗1分けだからね、これはね、今のチーム状態のね、良し悪しが出てるんちゃうかと。やっぱロッテは悪い、日本ハムはいいっていうところでね。だから日本ハムとしてはこの佐々木朗希相手に負けなかったっていうのはかなり大きいんじゃないのかなと。で、佐々木朗希ね、8回106球、3安打12奪三振、1四球、1デッドボール1失点と。まあ前回ね、ちょっとふわふわした登板でしたけども、しっかり修正してきて、この日はね、いいピッチングだったんじゃないでしょうか。日本ハム先発金村ね、5回91球、5安打6三振、無四球1失点っていうところで、こちらもね、しっかり、まあ、リリーフからね、先発に、シーズン中になったというところで、そんなね、長いイニングも投げれないし、しっかり5回投げ切ったのも良かったし、まあ、その後ね、矢沢ロドリゲス、カード田中マーフィー、杉浦とね、しっかり抑え切って、ね、ロッテもね、坂本、沢田、沢村、中村とね、しっかり抑え切って、まあ、引き分けという形になったけども、ロッテはね、4回裏先制というところで、ワンアウトからポランコライト前、山口アウトになるけども、2アウト2塁から安田がね、タイムリーヒット。まあ、ほぼほぼチャンスなかったからね、まあ、しっかりここ取り切れたらよかったかなと。で、まあ、本当はこの1対0のまま勝たなきゃいけないんだけども、日本はね、7回表、先頭ね、郡司が、内野安打。で、マルチネス、ツーベース。ここでね、郡司が走ってんだよね。で、ツーベースっていうところで、ノーアウト2、3塁。で、細川きっちり犠牲フライを打って、まあ、1点ね、取って、まあ、1対1の同点なんだけども、まあ、一つ気になるのが、この日、3盗塁佐々木朗希されて、しかもこの郡司もスタート切られてんだよね。というところはもうフォームがね、多分でかいんだよね。佐藤のスローイング見てても別に遅くもないし、ちゃんと投げてるし、まあ多少逸れた時もあったけども、ちゃんと投げてもセーフだよ、あれ。先ついてるからね。だからそういったところでは、まあ盗塁されても点取れられなきゃいいじゃんっていう考えもあるけども、そういうことをないがしろにしてると、ここ一番の勝負で走られまくられて、それでね、いきなり、まあ昨日も松本ね、二度三度やられてるから、ね、ノーアウト、ワンアウトで三塁作られて、ね、スクイズ、内野ゴロ、そして犠牲裏で1点取られて、その1点で負けるっていうのもあるから、ね、自分の投球をしっかりするのも大事だけども、そういった細かいところも、技術を習得していかなきゃいけないんじゃないのかなっていうところはかなり気になる試合でしたし、まあまだね、大人の階段登るだからね、はい。君はまだ野球ボーイさっちって、ね、まだ登ってるから。ね、まあその中ね、まあロッテもほぼほぼチャンスなかったけど、まあ俺が一つ気になるのは、このね、9回裏、ね、先頭安田がフォアボール。で、ここでね、ダイソー和田が出てくるんだけども、和田がね、こう送りバントなんだよね。今年まだ盗塁1個しかしてないの。もともと盗塁を。ここは盗塁でしょっていう、勝負かけて。正直。で、送りバントして、友杉アウト。で、岡敬遠で、2アウト1、3塁からね、角中、三振という形になったけども、ここ送りバントかっていうね。しかもまあ最近佐藤ね、ちょっとそんなにね、打ててないっていうところはあるけども、盗塁一勝勝負かけて、アウトになっても同点だからね、負けてるわ。これ2対1で負けてたらなかなかっていうのあるけど、盗塁一勝、ここの和田は。なんか消極的な感じがするね、作戦が。ファンの皆さんどう思いますか？まあ、佐々木がロッテの攻撃気になったのはこれね、9回、ノーアウト1塁。ダイソー和田まで使って送りバント。盗塁っしょって勝手に思ってます。まあ、結果ね、1対1。ロッテにとったら痛い引き分け。日本ハムにとったら、価値ある引き分けだったんじゃないでしょうか。ロッテ日本ハムで言い忘れてました。田宮選手、デッドボール。ね。まあ、あれボール、スリーボール、ツーストライクからな。当たらなくても、フォアボールだからね。どうせね。だから、避けた方がいいよっていうのもあるけども、ね。技だから、うん、すぐ言うから
すぐ出るから、今もうデジタルタトゥー残るから。これ大谷、1打席だけ体勢あるんだよ。ね。デッドボールだな。避けただけなんだよ。こうやって避けただけ。ね、当たったの。当たるようにいってない。こう避けただけ。こう、技術。こう避けただけ。で、当たっただけ。だからタビアも多分、こう避けただけ。で、当たった。避けたら肘上がっちゃったんだよね。たまたま。技術なのか、たまたまなのか、もう皆さんの、ね、どう思うかはもう皆さんにお任せしますけど、こうやって、こう避けただけなんだ。こうもあるし、こうもあるわけよ。こう、避けた時に脇開いちゃったんだよね。たまたま。だからタミヤもね、避けた時たまたま脇開いちゃったんだよね、これはね。それがわざとなのかね、わざとじゃないのかはね、それはもうわかんない。ね。避け方の技術、みたいなのもあるからね。わざとだったら審判に今のダメって言われてるから、審判にダメって言われてないんだからもうセーフなんだよ。ね。それが佐々木の意見です。ね。それではこの追加投稿終わりです。はい。ロッテ対日本ハム6対4で、ロッテの逆転勝ちというところで、ロッテ先発メルセデス、5回86球、8安打4三振、4失点無四球。ね。まあでもここまでずっといいピッチングしてたからね。まあそりゃそんな時もあるやろうっていうね。いいピッチングとは勝たせきれなかったからね。でもこうやってね、4失点しても負けさせないっていうね。謎の噛み合わせがいい。ね。日本ハム先発加藤ね、5回3分の1、80球、9安打3三振、無四球、3失点というところで、日本ハムね、初回いきなり4点ね。野村松本郡司がね、連続ヒット。ノーアウト満塁からマルチネスが犠牲フライ。万波がタイムリー。タミヤがね、サードで内野安打っていうところで一気に4点。これ見たときに、もう完全負けだなって言って。負けやって。メルセデスもそれは点取られるときあるけど取られすぎやっていうね。完全負けだと思ったけども、2回裏ね、ロッテはノーアウト1、3塁から田村の犠牲フライね、こう1点。まあでもこのノーアウト1、3塁のチャンスで、まあ最低限だけどね、ここで複数イニングいけないとこもなかなかっていうところもあるけどね。で、5回裏にね、ワンアウト2塁が岡がタイムリーツーベースと、ボディーブローのにちょっとずつちょっとずついって、6回裏、先頭石川がね、レフトスタンドホームラン石川。これで一気にね、ヒーローインタビューで荻野が言ってたけどね、これで一気にね、クワッとボルテージ上がって、中村がセンター前、での、ツーアウト2塁からね、小川がセンターへタイムリーヒット、で、また今度荻野がタイムリーヒットで、逆転5対4。で、8回裏にね、ワンアウト2、3塁からまた荻野がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、ダメ押しの6点目を取って、6対4ね、しっかり勝利。まあ、16安打も打ってるしね、あとまあ山口がね、2軍に落ちたっていうところはあるけども、これはね、2軍に落としてよかったよ。そのね、吉井監督も言ってたけども、迷走中だね。右打ち意識って、いや、右打ち意識で2割8分ぐらい打ってんだけども、右打ち意識で2割1分で長打も少なくなってるって、お前何やりたいんやって話だから。ね。そういったところではね、もっとしっかりね、引っ張れるから右打ちできるからね、しっかり引っ張って長打打つっていうのをね、吉井監督も言ってたけども、もう一回自分を見つめ直してね、自分にとって何がストロングスタイルなのかっていうところをね、もう一回2軍でね、見つけてもらいたいなっていうね。で、そこから上がってきたのがね、高部ね、1打数1安打。まあね、スローイングがね、まあどこまで戻ってるかっていうところは心配だったけどもね、ここをしっかりこなしていければね、かなりの大きな戦力になるからね、この高部の復帰っていうのは、ロッテにとったらかなり大きかったんじゃないのかっていうね。で、1番荻野がね、5打数4安打2打点、2番岡が5打数4安打1打点っていうところで、まあ1、2番でね、こんだけね、8安打も打ったらね、それは得点圏ね、結びつけるっていうところで、もうちょっと得点ね、できてもよかったんちゃうかって思うけども、日本ハムにこのね、逆転勝ちっていうところは大きかったし、日本ハムもね、初回の4点取ったけども、この4回表ね、このノーアウト1、2塁からね、水野の送りバント失敗、これ痛かったよ。で、その後野村の463ダブルプレーでしょ。これね、しっかりね、遅れてたら、ここで4冠を打ってね、追加点取れてたら、多分ね、ほぼこの試合決まってた。だからここのね、水野のね、まあ、この前はね、サヨナラヒット打ったけども、この水野のこのバント。これがこのね、日本ハムが今日負けた、この一番の要因だったかなと。まあ、その後はね、最終回に万波がフォアボールでランナー出るけども、あとはもうリリーフにね、完璧抑え、込まれて、国吉坂本で岩下ね、鈴木とね、しっかりリリーフが抑えて、ノーヒットに抑えてね、鈴木セーブっていうね、ところではいいね、リリーフ陣だったし、この4回のね、これ水野のバント、あれがキーポイントだった。あれ送って1点でも取ったらね、この試合日本ハム勝ってた。まあ野球これ難しいところだね、流れあるからね、そういった中でね、よくロッテは逆転勝ちしたなっていうところで、開幕2戦目以来の対日本ハム戦勝利でした。ロッテ対日本ハム4対3でロッテのサヨナラ勝ちということでね、
このカードも2勝1敗でロッテの勝ち越しでしたけども、ロッテは先発大島ね、7回3分の1、103球、7安打5三振、1四球3失点。日本ハム先発伊藤、7回127球、8安打8三振、2四球1デッドボール3失点とね、まあ両投手ね、自分の最低限のピッチングっていうところはね、しっかりできたんじゃないのかっていうね。で、ロッテはね、初回、岡がライト前、で、高部はね、アウトになるけども、ボランコ2ベース。で、ワンアウト2、3塁から外がね、タイムリーヒット打って2点。で、2回の裏にも、高部のところでね、これ、ツーアウト満塁。三振振り逃げだからね。で、パスボール。タビア、バット。やっぱりね、これはもう俺のマイルールだけども、どんな投球が来ても、どんなハードめのワンパン、どんなボールが来たとしても、バッターが振ったやつは絶対止めなきゃいけないし、取らなきゃいけない。ね。で、バッターが振ったのにもかかわらず、難しかったはね、もう俺の中では通用しないんだよね。バッターが振らなかったら難しいなっていうのはあるけども、バッターが振ったらもう全部それは難しくない状況で、全部止めなきゃいけない中で、あれはね、やっぱタミヤとしてはしっかりやらなきゃいけない。だってこれ1点取られてるからね、逆にロッテとしたらね、先制の2点取って2回のこの2点ね、あ、2点、2回の1点、これね、振り逃げだけでもう取れたっていうのはめちゃくちゃ流れ的にもね、大きかったね。で、その中で日本ハムは4回表にね、これね、ほんと素晴らしい。先頭ね、松本がツーベースを打って、郡司がね、しっかりね、窮屈そうだけどね、無理やりでも右打ちして進塁打打つのよ。で、ワンアウト三塁からマルチネスがね、タイムリーヒットっていうところで、まだ4回序盤だし、3点差、ね、1点ずつ返していこうっていうところで、きっちりね、だから郡司はね、3番郡司だけどね、3番じゃないよ、3番目っていうところのね、自分の役割を打順じゃなくて、状況で把握して、しっかりやってる。これはベンチのサインかもしれないし、本人がやったのかもしれないけども、そういったところをね、しっかりやっていってるっていうところがね、やっぱり今の日本ハムのね、現状の、やっぱりその順位の良さ、強さだと思うんだよね。ここもね、2球で2ストライク追い込まれながら追い込まれても絶対打つよっていう進塁だね。あの姿勢ね。だからああいったところは、今、パ・リーグでもチーム状況が悪いチームっていうのは見習わなきゃいけないね。なんでもかんでもアホみたいにね、引っ張ったりね、してて、サードゴロ、ショートゴロ打っても何の役にも立たないんだよ。ね、こういうところがやっぱりね、こういう細かいことができるのがね、強さの要因だから、これ日本ハム2位にいるね。この理由がわかるよね。この郡司のね、進塁だっていうところも。で、マルチネス1点返してね、こうボディーブローのように効いてくるわけよ。ね。で、結果としては、7回にね、野村がホームラン。だから言ってたじゃん。野村だけノーヒットだけども、それもあるあるのよ。切り替えていくこと大事なんだよね。で、きっちりホームランを打って、で、8回の表にね、ワンアウトから松本ヒット。で、松本盗塁して、郡司がフォアボール。で、マルチネスもフォアボール。ここはね、ね、小島に代わってマルチネスのところから沢村でいきなり先頭出てきてフォアボールは痛いよね。で、ワンアウト満塁から、万波ね、最後スプリットでね、スリーボール、ツーストライクから三振取るけども、タミヤにね、押し出しフォアボールで同点っていうね、三四四球だからね、痛いよね、この状況ね。まあよくね、逆転されなかったっていうのはあるけどもね、こう痛い状況でもう流れ完全悪いなと、こう日本ハムやだと。このまま日本ハム逆転していくぜっていうところで、ね、9回表もね、ピッチャー増田になって、2アウト2塁ね、ピンチ作るけども、松本をね、ライトフライに打ち取って、なんとかね、決勝打許さずっていうところもあるけどもね。だからロッテもね、初回と2回だけの得点だから、この5回裏とかもね、2アウト満塁でチャンス作ったけども、もうね、安田がね、もうどっちつかずで、インコースも当てるだけ、みたいなね、感じの、もう完全に相手のバッテリーの策にはめられたみたいなね、ところで、内野ゴロでね、凡退するしっていう中でね、流れ悪いなっていうところで9回裏ね、ワンアウトから岡ひろみ、ね、レフトスタンドでサヨナラホームラン、ね、サンセットひろみだって、いっぱいあるね。ね、これテレ東の番組でしたけども、ひろみ号かかってたからね、岡の打席の時にね、俺なんで号ひろみかかってんだろうと思った、あ、ひろみだからかと思ってね、サンセットひろみだって、サヨナラホームラン。これ大きいね。流れは完全日本ハムね。それを一本一打でね、返したっていうところで、インコースね、そんな簡単じゃなかったと思うけどね、おぶく肘畳んでね、バットをね、くるっと回ってね、いい形のバッティングをもう打った瞬間だったね。そういった意味では、ヒロミナイトにね、続くサンセット。じゃあもう、お昼だったらなんだろうね。もう朝だったらモーニングヒロミ。ね。で、ハローヒロミ。ね。グッドアフターノーンヒロミ。まあ、いろいろあるんで、好きなの皆さん使ってください。まあ、ということでね、ロッテとしてはこの今2位の日本ハムに勝ち越したっていうところは大きかったし、日本ハムをね、やっぱああいう野球してるってことはね、これ負け越してもね、その後ね、しっかりチーム状態としては悪くなってないんでね、負けたけどもいい野球はできたんじゃないのかなと思います。結果ね、2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。
続いてオリックス対楽天、17日の試合、3対5で楽天の勝利ということでね、9回勝ち越しっていうね。で楽天、先発早川、勝ち星はつかなかったですけども、7回3分の2、107球、5安打6三振、無四球三振点っていう形で、まあいいピッチング、できたと思いますし、あのね、発言で揉めてからね、揉めてからめちゃくちゃ良くなってるから、結局あれが雨降って地固まるじゃないけど、ああいったところで本人にもね、さらに自覚が、どんどん、ね、ポジティブについていったと思うし、そういう話し合うことによって何かしらの準備のやり方が今までのね、何かしらお互いに任せっきりだったところを2人でね、それとはもうスコアラーも含めて多くの人間でどういう風がいいのかっていうところの準備の段階のやり方がひょっとしたら変わったかもしれないっていうことを考えたら、あの揉め事起きたのも良かったね。そこからかなりいいピッチングが続くからね。でしかもね、早川で言えば、やっぱり昨年までの課題で言えば、やっぱ対左をね、どこまでしっかり抑えていくかっていうところが課題だったところが、今年はね、対左の被打率が1割9分3厘、対右は2割9分1厘だから、ちょっとね、右打者には打たれてるんだけども、左をしっかり抑えてるっていうところもね、一つの要因かなと。で、この試合もね、宗とか、森とかに対してもね、しっかりインコースのストレートも使ってたり、インコースのチェンジアップも使ってたっていうところもあればね、左に対してアウトコース一辺倒だったところがね、しっかりインコースも使えてるっていうところは非常に大きかったんじゃないでしょうか。でオリックス先発立場ね、7回3分の1、117球、8安打4三振、1四球3失点というところで、まあ、田島はね、逆にちょっと左が外の出し入れオンリーになっているところが気になるよね。で、まあ、対右のね、被打率2割5分4厘、対左の被打率2割5分5厘というところで、左右そんなに差はないんだけども、ちょっと左に対しては2割5分5厘は打たれすぎかなっていうね。この試合もね、2回。鈴木大地、阿部に連続ヒットで、辰巳にね、ショート内野安打。まあ、あれはね、打ち取ってるけど、コースが悪かったっていうところもあるけども、ここもね、左に2人ヒットを打たれてるっていうね。で、5回にも辰巳が内野安打。で、太田送りバントを決めて、小深田ライト前ヒット。小郷フォアボールで村林犠牲フライ。この村林もね、右意識しながらこう合わせる感じでね、犠牲フライね、非常にいい、グバッティングだと思います。ね。だから、で、8回にもね、先頭村林ツーベース。で、浅村がライトフライでタッチアップして、ワンアウト三塁から島内ライト前ヒットというところで、まあ、ちょっと左に打たれすぎてるかなっていうところもあるんで、もうちょっとこのインコースね、ハードめに使ってもいいんじゃないのかなっていうね。で、オリックスもね、5回裏、2アウト2塁から大田がタイムリーヒットを打って、で、3対2から8回裏に、先頭大田がセンター前ヒット、ゴンダレス三振、疲労がサードゴロになるけども、2アウト2塁から福田がレフトでタイムリーヒット。で、ここでね、ピッチャーが早川から、損に変わるけども森がね、センター前ヒット、そして2アウト1、3塁から紅林がタイムリーヒットで同点になってね、まあ、ここからどうなるかっていうところで、まあ、平野も登録されたけどもまだね大事なところですぐに行けるような状況じゃないのかなっていうところはあるけども、まあ、ここね定石で考えると同点だった場合はホームチームはいいピッチャーから使っていくって考えればこの9回ね平野が出てきてもよかったんだけどもピッチャーね高島、ワンアウトからね代打茂木ツーベース、あ小深田がセンター前ヒットってなって、でワンアウト1、3塁から小郷がフォアボールで、ワンアウト満塁から村林がねレフトにタイムリーヒット、で浅村が犠牲フライっていうところで、まあ、2点を取ってね逆転勝ちっていうことを考えたら、まあ全体的にオリックスはねチャンスの時には点取れてんだけども、まあ、そこまでやっぱり打線も活発的じゃないし、やっぱりねシーズン序盤の時にはやっぱりセデーニョが打てたけど、ちょっとセデーニョもね長打がちょっと出てないっていうね、ここら辺も最近ヒットもちょっと、少なくなってきて打率も下がってるっていうところは心配どころでもあるけども、まあね、そのどうにかやりくりしていかなきゃいけないっていうところで、これチーム状況ね上げていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね、苦しさもあるし、西川もねちょっと状態がねなかなか上がってこないっていうところで、この日はねスタメンに名を連ねてないっていうところもね、じゃなかなか打撃陣がね元気じゃないっていうところもあるけども、楽天はねしっかりとチャンスで犠牲フライも含めてね、しっかり逆方向への意識とかもね高かったし、いい形の点の取り方、したんじゃないでしょうかね。あとは両先発ね、やっぱそこの違いはねこの大きかった、まあ、ここからねどう修復していくかっていうところは田島のね投球、そしてキャッチャーの配球っていうところにもねかかってくるんじゃないでしょうか。まあ、初戦はね5対3で楽天の勝ちでした。オリックス対楽天、8対3でオリックスの勝利で1勝1敗の五分の、ね、形になりましたけども、楽天先発うち、ね、3回64球7安打に、三振0、2四球6失点で、オリックス先発ソタニ5回97球6安打に三振、3四球3失点というところで、ちょっとうちね制球全部甘かったね、甘めに入っちゃったかなっていうね。まあこのね、楽天ね、初回、ワンアウトから村林、浅村連続ヒット。で、島内がフォアボール。で、鈴木大地が三振して、ツーアウト満塁から阿部が落ち出し、で、坂本のね、ショートゴロを紅林がエラー、バンと、ね。で、太田がタイムリーヒットで3点。これもそのまま行くと思ったけどね。で、オリックスはその1回裏ね、
福田中がヒットで、で森がフォアボールで、ワンアウト満塁から先だったことね、エラーした紅林がライトへタイムリーで、宗はアウトになるけども太田がねライトへ逆転タイムリーヒット。太田なんで、ね、しっかり引き込んでからのバッティングの右打ちね、素晴らしいバッティング、一気に逆転だからね。で3回の裏にもまたワンアウト満塁から太田がねライトへタイムリーヒット。でその後西野がねセンターへ犠牲フライで2点ね。で6回にもね、ノーアウト一三塁から西野が盗塁して若杉がね、タイムリーヒットで、西川もねレフトにタイムリーヒットで、8点目っていうね、形でもう要所要所でねチャンスを作って、それをことごとくね、得点に結びつけたっていうところも良かったし、まあ紅林ねあのミスは痛かったけども、この試合5打数2安打2打点で、太田が4打数3安打3打点、西野2打数1安打1打点で、若杉が4打数1安打1打点と、下位打線がねめちゃくちゃ元気だったね。そういった意味ではねいい形をね打点も下位打線にとって、試合展開的にもね良かったんじゃないでしょうか。楽天的はね初回3点取ってね、でしかも2回もね先頭小郷がフォアボールで、3回も先頭鈴木大地がセンター前ヒットとね、先頭が出てるけどもやっぱり連打が出ずね、なかなかチャンスメイクできず、で5回にもね先頭浅村センター前ヒット出るけども島内がダブルプレーっていうところで、まあ、先頭のねランナーは出るけども生かしきれないっていうねところで得点できないことによって、まあ、終盤はね、オリックスリリーフ陣にね、しっかり抑え込まれるっていう中ではね逃げ切りっていうね、まあ、富山吉田阿部本田とね逃げ切り勝ちをされて、で先制中押しダメ押しとねオリックス打線がしっかり得す、しかも複数得点ね取れたのも大きかったし、下位打線の元気さっていうのはね、今ちょっとオリックスがね打線の調子が良くなかったからね、ここまたね2軍でから上がってきた選手などもねどん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 この中島監督が回していくだろうからね、それがねまた中島ジックだしね、オリックスの強みだと思うからね、そういった面ではねこの太田の今日ねあのミグショバッティングっていうところはね、しかも追っつけてないからね、しっかりフルスイングしての逆方向だからね、だからね山口とかもフルスイングしての右打ちしなきゃいけないよね、合わせるんじゃなくてね、そういった中では非常にいいねバッティングだったと思います。ちょっとうちはね真ん中に行き過ぎたかなっていうね、まあ8対3ねオリックスの勝利でした。19日の試合3対2でオリックスのサヨナラ勝ちということで、このカード2勝1敗でオリックスの勝ち越しとなりましたけども、もうこの試合はお互い同じような戦い方っていうね、まあ最後はオリックスがね決め切ってっていうところはあるけども、楽天先発岸ね6回110球6安打4三振1四球2失点とね、まあランナーを出しながらもね連打を許さない素晴らしいピッチングね。でオリックス斉藤京介5回3分の2 83球4安打4三振無四球無失点、いやまっすぐめちゃくちゃ切れてたね、これはこのままいけばいい感じでね成長していけばね、いい感じのねローテーションピッチャーにね佐々木と予想通りなっていくんじゃないのかなっていうところでね、いいピッチングだったけどもね、先ほども言ったようにオリックスも楽天もランナーは出るけども連打が出ない、で終盤勝負どころで1本っていうところでなかなか出ないっていうところでね、まあオリックスはね、初回先制っていうところで、先頭福田がライト前ヒット、西川レフトフライになるけどもワンアウト1塁からね中川のサードゴロ、浅村足が合わなかったのかな、なんかバタバタしてたけどね、でセカンド約束球でワンアウト一三塁になって森が犠牲フライでねしっかり先制で、ここは最低限1点を取って、で5回にもツーアウト一塁から西川のねライトへタイムリーツーベース、この時ねツリーボールツーストライクっていうところでファーストランナー若杉がね自動的に走っていてしっかりホームまで帰ってこれて2点ね、しかも斉藤京介がね先ほど言ったように素晴らしいピッチングの中でこのままね勝っていけると思ったけどね、でも楽天も毎回ねちょこちょこランナー出るけども、あのなかなかねつながっていかないっていうところで、まあね得点に結びつかず、で7回はねピッチャー阿部が上がってツーアウトから辰巳センター前茂木フォアボールで、小深田ライト前ヒットでツーアウト満塁ね、ビッグチャンス作るところで1番大子ね、でここでねピッチャー阿部からマチャドに変えたっていうところがね、あのオリックスベンチ采配ね素晴らしかったと思います。ここでそのまま阿部生かしがちだけどね、ここでしっかり変えてね、大郷はねサードライナーここで惜しかったけどもね、しっかり踏ん張り切って、で8回も買いまたぎでね、マシュドがしっかり3人で抑えて、まあいい形をね、このまま完封勝ちしようっていうところだったけどね、まあオリックスもね2点は先制したけども、オリックスもねランナー出すけどもなかなかね、得点に結びつかずっていうところでなかなか厳しい中で、まあ9回表ねピッチャー平野、鈴木大地岡島連続ヒットで、辰巳がセカンドゴールでアウトになるけども、ワンアウト一三塁から太田がねレフトにタイムリーヒットで、ワンアウト一二塁、まあこれがね平野劇場だからね、まあこんなこと言いながら抑えるんだろうと思って見てたらね、小深田、ライトフライで、大郷フォアボールでツーアウト満塁からね村林のサード内野安打タイムリーっていうところで同点。これ宗も素晴らしい守備だったけどね、もう必死さも出てたしプレーも完璧だったし、もうあれ限界だね、
あそこからもうね、早く投げただけでも素晴らしいし、若干それだけどね、まあそれなくてもセーフっていうところもあるけども、ね、もうこれは仕方ないね。もうアンラッキーっていうところのね、同点。しかし9回裏ね、先頭クレバーシがツーベース。で、ノーアウト2塁からそのスーパープレイをしたね、胸がね、送りバントできずね、で、進塁打打ってず、最後三振、バッと。こうきっちり言っとけばっていうね。で、その後大田がね、レフト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁から今度です、敬遠して満塁策、ね。で、ここでね、若月、セカンドフライ。で、福がレフトフライで、1点取れず、いや、これ流れめっちゃ悪いな、っていう中ね、ここで、で、9回表に井口がね、三者凡退で抑えた。これがね、めちゃくちゃ流れきた、井口、ミドルピッチン。これが良かったんちゃうかっていうね、結果論的には。で、10回裏に2アウトからだけども、森センター前、義母センター前で、2アウト1、3塁から宗がね、センターへサヨナラヒット。ね。これちゃんとセカンドまで行ってたらね、ツーベースになるよっていうね、ところの裏情報でしたね。まあ、スーパープレイからのね、バンドで遅れず、バット叩きつけたけども、ね、さよならヒットでね、素晴らしいわって。ね、あの、バット叩きつけるとか、バット折るとかね、多分今だったら SNS でめちゃくちゃ叩かれると思うけども、アメリカの研究では、そのね、バット折ったり、その、まあ、道徳的には悪いかもしれないけども、ヘルメット叩きつけたりっていうところで、ストレスを発散して、ね、それで一気に解放、ストレスを解放したことによって、次の機会に向けてリフレッシュして、フレッシュの状態でいけるっていうデータもあるらしくて、そういうことをする、フレッシュな状態になるためには、叩き折ったり割ったりっていうところのね、動作も必要だっていう研究もあるらしいんだよね。だから俺はね、まあ、今だって SNS で叩かれるけど、俺はいいんちゃうかと思うのよ。そういうところもね。まあいろいろ難しい状況だけどね、賛否両論ありますけど、プチ情報でした。ということでね、オリックスサヨナラ勝ち、2勝1敗で勝ち越しでした。ソフトバンク対西武、6対2、17日の試合、ソフトバンク圧勝というところで、ソフトバンク先発、モイネロ、7回126球、4安打8三振、4四球1失点、西武先発、ボータカーシ、5回117球、7安打4三振、2四球5失点というところで、ソフトバンクはね、2回の裏、ワンアウトから近藤ツーベース、中村タイムリーヒット、栗原ライト前ヒット、解散しにするけども、三森フォアボール、で、ツーアウト満塁から、シュートがね、ライトにタイムリーヒットで一気に3点、で、3回裏、山川ホームラン。で、5回の裏、近藤がホームラン。もうこうなったら、もう今の西武は逆転できません。はい。ね。まあ、その後ね、7回に小川のホームラン。8回にね、平野のタイムで2点取るのが、まあ、やっとかな。で、7回裏に1点取られたとすぐにね、栗原のタイムリーで、1点返してね。まあ、これがダメ押しってなったかなっていうね。まあ、西武厳しいね。なんかね、まあ、強いて言ったらもうこの4回裏のね、2アウト満塁で効果がライトフライ。まあ、ここでね、点取れてればっていうのもあるけども、もう厳しいね、全体的に。まあ、ソフトバンクとしては圧勝だし、もう先発がね、バタバタって崩れたら、それをね、打ち返す今の戦力、まあ、ないとは言わないけどね、それは可能性はあるからね。なかなか厳しいね、これ。だって今日土曜日の試合負けたらね、5月早々に自力 V 消滅だからね。しかももう今からできることないからね、ほぼほぼ。もう、外国人も4人ぐらい新しいの取ってきて、そいつらがもう大爆発で、昔メヒアみたいにね、いきなり来てホームランも量産するみたいな、取ってこない限り。ねえ、まあ仕方ないところもあるよね。ねえ、まあ前回のね、ソフトバンク戦は勝ち越して、ここね、サヨナラ負け連敗して、次、ロカード勝ち越してんの、ここに来たけどね、初戦負けで痛いしね。まあ取って育ててもどんどん FA 出ていくっていうから、まあ現場の責任もあるかもしれないけど、やっぱりチームとしての責任、そのなぜそうやって FA でポンポン出ていくのかっていうね、ところもそのチーム強化で言えばね、改善していかなきゃいけないから、中村栗山はなぜ残ったのかね、他の選手はなぜ出ていくのか、何があれなのか、まあお金って一括りにしたらね、それまでだけどもね、まあなかなか厳しいね。ホークスはもうここをね、しっかり、一気にね、交流戦までにビッグ貯金作って、もう交流戦終わった時に独走みたいな形をね、作れるとホークスにとったらいいけども、パ・リーグにとったら面白くない展開。まあ土曜日の試合ね、どうなりますか。ソフトバンク対西武、3対2でソフトバンク逆転勝ちというところで、西武先発渡辺ね、ゆうたろう6回97球、3安打1三振、6四球1デッドボール1失点と、7四死球でこのホークス打線によく1失点で踏ん張れたなっていうね、奇跡みたいなピッチングだったけど、いや、これで奇跡的に勝つんちゃうかと思ったけども、ね、松本はね、8回に逆転ホームランを打たれて逆転負けっていうね。で、ソフトバンク先発大津ね、6回87球、2安打5三振、1四球2失点と、まあこちらはね、非常に試合をまとめ上げたかなっていうね。
まあ、最近なかなかね勝ち星ついてなくて、4月25日のねロッテ戦以来ね勝ち星ついてない。しかしね、投球自体は非常にいい投球もしてるし、失点もしてないし、非常にね今年安定したね先発投手陣としての仕事はできてるんじゃないのかなと。ね、その中で初回ね、山川の内野ゴロの間にね1点取って、まあいい形の滑り出しする中でね、西武は2回表ね若林のツーランホームラン、若林君だね、まあこの2対1でね西武としてはもう逃げ切るしかないよね今の状況的にね。でソフトバンクはね2回裏先頭ね栗原フォアボールで、リチャードが内野安打でノーアウト1塁でチャンス作るけども、海野はね送りバント失敗ね。こういったところもやっぱりちゃんとね細かいところしとかないとね、勝ったからよかったけどもね、2回4回5回とランナー出すけどもね1本出ずで、6回にもね、2アウト、1、2塁チャンス作るけども、海野がねファーストゴロで1本出ずっていうね。で、問題の8回裏ねピッチャーね増田から松本に代わって、柳でライト前ヒット、山川三振に打ち取るけども、近藤がね高めに来たところをパシッと打った瞬間ライトへホームラン、強いね、西武自立優勝消滅早い、まだ5月、交流戦にも入ってない、からどうしていくのかね、いろんな選手使ってね、時には我慢して時には入れ替えて方針ブレずやっていくしかない。ホークス柳田山川近藤で柳川助どうすか、ネーミングサウザキの柳川助ね、今12球なんで一番すごいクリーンアップじゃないでしょうか。これでも西武勝たまかん、まあ、これで逃げ切らなきゃいけないね今のチーム状況ね。これでもホークス打線からするとね逃げ切らしてくれないっていうね、この最後ねしっかりホームランで逆転するっていうところはね、ソフトバンクとしてはねさすが強いっていうね。でもね西武もいいところあるんだよ、このね9回ワンアウトからね佐藤がねセンター前ヒット、ここでねダイソーに児玉が出てしっかりツーアウト一塁からね児玉セカンド盗塁していってるからね、あれもねすごい良かったよね、まあ、アウトになってもいてもね点入んないともう走っちゃえって言ってね、でセーフになってツーアウト二塁ね同点のチャンスを作って、最後は若林がねライトフライになったけども、ああいうアグレッシブさね、もうアグレッシブさ出していこう、どん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 やっていこう、勝っても負けてもねそういったところアグレッシブさを出してね、いい展開をね、進み具合に持っていったらね、まあ勝っていけばね自力 V 復活するからね、そういった意味ではね一喜一憂しないでねやっていくことが必要かなとね、ホークスの強さを見た2連勝目でした。さあソフトバンク西武19日の試合2対1でソフトバンクサヨナラ勝ちということで、 2連続サヨナラ勝ち、このみずほペイペイドーム西武にとったらもう鬼門、ペイペイドームで行われる2カード6戦中5戦サヨナラ負けっていうね、いやーなかなか厳しいね試合展開で、西武は先発竹内8回100球4安打4三振1四球1失点とね、9回ランナーを出して牽制した後足がつって降板っていうねところ でその後出てきたアブレイユがサヨナラ打たれるっていう、だからまあアブレイユの肩持つとしたら行くと思ってないからね、この急ピッチでね行かなきゃいけないになったっていうね、まあ守護神としてはこういうアクシデントもね乗り越えていかなきゃいけないけども、まあこれはもうそのまま竹内がね完投するっていう流れの中で急ピッチでっていうところはねちょっと難しかったのかなって、まあそれでもやらなきゃいけないんだけどね。でソフトバンク先発大関8回119球4安打に三振1球2失にデッドボール1失点というところで、初回のね1失点だけで踏ん張ったっていうところもこの逆転に結びつけたかなと。まあ初回ね2アウト1、3塁から昼間がねタイムリーツーベースで1点先制、ここら辺でね連打がポンポン出てきて 2,3 点取れたらねかなり大きかったんだけども、まあその後もねランナーちょこちょこね出すけども、まあ全体で4アウトだから、まあこのねもう1点がねもう限界かっていうぐらいのね得点だったし、ホークスもね6安打っていうところで竹内がねいいストレートいい変化球とともにね、しっかり投げれてね相手にね得点を許さず、まあもう西武としてはこの勝ち方ないんちゃうかっていうところでね、9回はね先頭シュートライト前ヒットで、ここでね、ピッチャーアブレイユに代わってきっちり盗塁されてね、でここ中村晃ねセカンドフライ、これでしっかりね進塁打打っときたかったかとね、でワンアウト二塁からそれでもね柳田がライトへね同点、これもねねえもうすごいね、で山川デッドボールで近藤がサヨナラっていうね、もう柳川好きこの素晴らしさねえ、で最後サヨナラ、いきなりきついよねアブレイユもね、いやもう西武も立て直していかなきゃいけない、もうどうするかはもう個々の選手の能力を上げていくしかないから、もうシーズン始まってるからねもうなかなか難しいけども、もう入れ替えね一軍に、ね、入れ替えしながら昨日のね試合の時も言ったけども、もうやっていくしかないから、ホークスとしてはねこの今再開西武にしっかりね3連勝したのは大きいね、首位固め交流戦に向けてねかなり始めくくったこのカードのね戦い方だったんじゃないでしょうか。結果ね
3連勝でホークスの勝ち越しでした。そうそう、言い忘れてたけども、このね、ソフトバンク先発9回ね、柳田がヒットを打って同点になるんだけども、これね、セカンドランナーが周東だから、まあまあ、それはセーフでしょ、仕方ないって思うかもわかんないけど、あれタイミング見てたらね、ライトの若林ね、ホームベース上にちゃんと投げてたら、あれアウトだったよ。あの、大きく三塁側にそれて、キャッチャーが取った時に、まだ周東がキャッチャーの後ろにいたから、っていうことはまだあと2、3メーターあるんだよね。そう考えると、あれね、ちゃんと投げてたらね、俺はアウトだったと思う。だからもうそういうのもう細かいこと、もう今のセーブはね、細かいこともちゃんとやっていかないと、その一つのミスがもう全部命取りになるし、それをカバーできるぐらいの走力がないから、ああいったところもやっぱりね、そのキャンプの時からもね、練習の時からシートノックからね、もうちゃんと外野も今コリジョンがあるから、キャッチャーブロックして体で止めれないから、ちゃんとキャッチャーの各類スロー、盗塁のスローのようにしっかり投げないとアウトができないっていうところは、あれ、あそこぐらいからはそれないでね、このホームのベースの上にしっかり投げてもらいたいなっていうところはあるよね。あれもし言ってたらね、俺はアウトだったと思う。そしてあのまま勝ち切ったっていうところもあるからね、そういう紙一重なところのプレーをね、もっともっと西武はね、大事にして、細かいところ、バンドもそうです、スローイングもそうだし、そういう細かい当たり前のことをね、細かいところをちゃんとやり続けることがね、今の西武がね、現状を打破する一番の最低限のやらなきゃいけないことなんじゃないのかなと、佐々木は思います。はい。さあ、広島対巨人、2対0で広島の勝ちというところで、広島先発大瀬良ね、6回108球、5安打5三振、2四球も失点。で、その後、堀江、矢崎、島内、栗林と繋いでね、完封勝利。で、巨人先発、戸郷、5回102球、6安打4三振、1四球、2デッドボール、2失点と、まあ、戸郷で負けたのが巨人としては痛かったよね。まあ、その中で、広島はね、初回、秋山センター前。で、ここで戸郷のこのワイルドピッチ痛かったね。で、野間、ファーストゴロで進塁打。で、2アウト3塁になって、小園がね、タイムリーヒットと4番小園のね、いい活躍。で、4回、先頭矢野がね、2ベース。で、相澤デッドボール。このデッドボールね、痛かったよね。もう最悪バンドさせてもよかったんちゃうかと。で、それでワンアウト3塁でね、大瀬良勝負でよかったんちゃうかっていうところもあるけども、これ相澤のね、避け方ね。あれ、わざと当たんでいってないからね。避けたところで足がちょっと出ただけ。ね。で、技術だから。しかも、わざとそんな当たりに行かないよ。何もつけてないとこ。痛いからね。で、ノーアウト1、2になって。で、大瀬良送りバント失敗。ここね、岡本取って、1、2塁でセカンド投げるって稀だけどもね、これない3段。あとワンパンだったけどね、門脇がスーパープレイでね、しっかりアウトにして、ワンアウト1、3塁から秋山のセカンドゴロね、4、6、3ダブルプレイの間に終わると思ったけどもね、門脇が、悪送球っていうところでワンパンね。で、これで1点入るんだけども、でもあれ見てたら、タイミング的にちゃんと投げてもセーフだったんちゃうか。まあ、際どいけどね。だからちゃんと投げなきゃいけないんだけど、ちゃんと投げててもセーフだったんちゃうかなって。そうなったらね、まあ、1点入るけどもね。巨人としてはビッグチャンスね。この5回表、2アウト満塁ね。矢野のエラーとかもありながら、ね。あの、大瀬良の悪送球もありながら、2アウト満塁とチャンスも作った中でね。この岡本がレフトフライ。ここで1本で出ればね。ちょっと岡本のね、まあ、ホームランは出てんだけども、ね。ここの勝負どころっていうところがね、これ欲しかったね。で、6回もね、坂本、萩尾がね、連続ヒットでノーアウト1、2塁チャンス食いながら、小林のね、3バント失敗アウト。これも痛かったね。やっぱこういうところやっぱきっちりしていかないと、まあそれはこの中では勝ちきれないよね。で、7回も丸のセンター前で、大事なここが4、6、3ダブルプレーっていうところで、ここもね、なかなか噛み合わせが悪いと。で、その後はね、しっかり抑え切られて。だからジャイアンツも勝つチャンスあったけども、そういったミスね。痛いよね。やっぱあのバント失敗は痛かったから、まあだからってそこでね、2点取れてた保証はないけども、ああいったところをしっかりやることによってね、チャンスが巡ってくるからね。まあそこは大きかったけども、あとはね、広島投手陣がしっかり踏ん張って、ね、戸郷相手に、チャンス少なかったけどね、そこをしっかりものにしたっていうところは、初戦としては大きい勝利だったんじゃないでしょうか。18日としては4対3で広島の勝利と、いうことで、このカード、広島が、まず2連勝、カード勝ち越しを決定して、まあ、最後ね、日曜日の試合どうなるかっていうところですけども、栗、今季初勝利というところで、5回3分の1、97球、8安3三振、2四球2失点と、まあ、ちょっと苦しかったけどね、なんとかリリーフね、森浦、矢崎、島内、そして栗林とね、しっかりしのぎきれたかなと、ね。で、ジャイアンツ先発ね、赤星。まあ、菅野がね、ちょっと体調不良っていうところで、で、5回78球、8安打2三振、無四球3失点と、まあこちらもね、なんとか急遽ね、先発だったっていうところを考えると、まあ無四球でよくね、しのぎ切ったっていうところは言えるけども、ジャイアンツはね、2回表、
ワンアウト一塁からね、8番伊豆口ライトへタイムリーヒット、でワンアウト一二塁から、赤星がね、スクイズをして、2点目を取るというところで、まあ、ここね、あの、クリフィルダー消失になるんだけど、あんなゆっくりホーム投げちゃダメだよね。あれ多分グラブトスぐらいで行ってたら、ひょっとしたらアウトになるタイミングじゃないかなと思って、ゆっくり両足で取ってからね、そこから切り替えてホーム投げてるから、あの状況だったらグラブトスが最適やろうっていうね、ちょっと丁寧にやりすぎたんちゃうかっていうところで、もったいなかったね。あれグラブトスぐらいで行ったら本当にアウトだったかなっていうね。で、広島はね、4回裏、2アウト1塁から、初木がね、レフトオーバーのタイムリーツーベース。ここね、レフト、秋色ね、オーバーするんだけど、まあ、初木があそこまでレフトオーバーでね、打つかっていうと、そこまで多分計算ね、しづらいよね。どっちかっていうと前ケアするからね、あれはもう初木のバッティングが素晴らしかったなっていうところで、まあ守備体系も含めるとあれはもう仕方ないからっていうね、レフトオーバー考えもせえへんもんね。で、5回裏ね、広島の攻撃、先頭林がツーベース。で、クリがね、送りバント失敗。ここやっぱしっかり送りバント決めとかなきゃいけないよね。で、ワンアウト二塁から秋山がセンター前ヒット。で、矢野が、サードゴロで三塁ランナー大森がね、3本間挟まれてアウトになって、ツーアウト二三塁になったけども、小園がね、ここでレフトへ逆転タイムリーヒットというところで逆転。で、6回裏にも坂倉がホームランを打って、4対2とね、一気にこのね、勝利に向けてっていうところでは、一気にね、引き離すけども、最後ね、9回表、巨人のね、逆襲というところで、先頭吉川で、ね、センター前ヒット、岡本内野安打で、ノーアウト一塁から坂本がね、レフト前ヒットを打って、レフト末金がね、ファンブルして、その間に吉川がホームインっていうね、そんなに慌てる必要なかったけどね。で、ノーアウト一塁から秋広がファーストゴールで、ワンアウト一三塁になって、小林がね、セーフティースクイズと、ね、いうところで、三塁ランナー重信がアウトになるんだけども、これね、小林のね、セーフティースクイズはね、悪くなかったよ。めちゃくちゃいいところに転がしたけども、三塁ランナー重信がひょっとしたらピッチャーが取られると思って、ストップしたのか、一瞬ね、スタートね、遅れるからね、止まるから。で、それで慌ててね、走り出してホームアウトになるから、重信バッと。あそこは万が一ピッチャーに取られてもやっぱ走らなきゃいけないよね。走って3本間に挟まれて、ファーストランナーをサード、そして、セーフティースクイズをした小林をセカンド行くまでに踏ん張るのが仕事だから、止まって2、3塁作っても一緒だからね。だからもうあそこはね、ホームに行かなきゃいけない。で、アウトだなと思ったら挟まれるっていうところで、あの躊躇がね、ほんともったいなかった。スクイズ的にはね、悪くなかったと思うけどね。で、結果その後ね、後続続かず最後ね、萩尾が三振に倒れて、4対3。14アンダー打って残塁めちゃくちゃ多いからね、12ぐらい残塁あるのかな。このめちゃくちゃ多い中、なかなか勝ちきれず。あとね、6回表もね、ワンアウト一三塁。ここ森浦がね、最後ワンアウト一三塁から丸をね、463ダブルプレー取るんだけども、ここでね、ジャイアンツやっぱ1点取らなきゃいけなかったよね、この最低限。だから取れるチャンスもあったし、ほぼ毎回ランナー出したんじゃないのかな。三者凡退多分なかったと思うんだよね。7回もワンアウト1塁チャンス来るけど、坂本明宏続けずっていうところもあるしね。まあ、ここまでランナー出して、あれと1本出なかったっていうところの決定打も出ない。で、最後ね、セーフティースクイズバンドうまかったけど、走塁がちょっとね、躊躇したアウトっていうね、ところではちょっともったいなかったかなっていうね、ところで、まあ、栗としてはね、今季初勝利上げてね、ここからトントントンでいけるっていうところでは、まあ、苦しかったけどね、なんとか踏ん張り切れたチームとしてっていうところは、この1勝ね、シーズンに関しては大きい1勝になったんじゃないでしょうか。広島対巨人19日の試合を9対3で広島の勝利ということで、このカード広島3連勝、巨人はこのカード3連敗、鬼門松田スタジアムというところで、巨人先発高橋でね、1回33球3安打フォアボール1個の4失点というところで、ちょっとストライクボールはっきりしすぎたし、左バッターのインコースで、ね、ちょっと投げきれなかったかなっていう立ち上がりね、ちょっとふわふわしちゃったかなと。で、広島先発アドはね、5回98球4安打3三振3四球3失点と、まあ踏ん張ったね。ね、初回ね、ジャイアンツ3点ね、先頭丸フォアボール、糸口アウトになるけども、じゃあ伊豆口ね、伊豆口アウトになるけども、吉川レフト前ヒット、坂本岡本三振で、坂本がタイムリーツーベースの萩尾がタイムリーヒットで3点先制。いや、これで高橋嶺やからいい感じでトントントンと行くかなと思ったところでね、4回裏ね、ジャイアンツの丸が先頭フォアボールになったように、広島もね、1番秋山フォアボール、ノーマレフト前ヒット。で、菊池がアウトになるけども、ワンアウト一三塁から、小園が、タイムリー。坂倉アウトになるけども、末金がね、
2球目ね、ワンボールになってからの2球目を引っ張り込んでね、左中間にスリーランホームランで4対3逆転、末金君たちね。俺が思ったより半月板損傷からね、復帰するのいい感じでね、復帰できて早かったかなっていうね。で、4回にもね、この5番坂倉センター前で末金のね、このショートゴロがあんなイレギュラーするかっていう、あの土とね、アンツーカーの土と芝の間でもうビビるぐらいイレギュラーして、もうこういったところももうジャイアンツついてないよね。で、ワンアウト一三塁から林がね、ライトにタイムリーヒットね。で、ここでアドワが一、二塁から送りバントした時に、小林がフィルダーチョイス。これも痛かったね。で、ワンアウト満塁から秋山はね、タイムリーヒットで2点。で、5回裏にも、末金のね、センターへのヒットが、萩尾が後逸。ね、で、1点入って、ワンアウト一三塁からやるのがね、吉井犠牲フライを打って、8対3。で、もう6回ね、菊池のホームランで9対3。もうボコボコタイム。ところでね、まあミスも重なってちょっと痛いよね。しっかりやるべきことやらなきゃいけないかなっていうね、ところではもったいない敗戦になったし、まあ初回ね、3失点したけども、その後ね、アドワも5回ね、ノーヒットでしっかり抑えたっていうのは非常にね、立ち上がりから素晴らしかった。で、巨人としてはこのね、6回2ノーアウト1、2塁とチャンスを作って、ここね、ピッチャーアドワから森浦に代わって、坂本、萩尾、山瀬、3者連続3死、森浦、ピチッ、ね、素晴らしいピッチング。だこの6回裏でね、まあもう打つしかないからね、ポンポンポン、まあ最低でも2点ぐらい取ってたら、終盤どうだったかなっていうところもあるけども、やっぱりこのね、9対3、6点差は痛かったかな。まあ最終回もチャンス作るけども、やっぱ点差があるっていうことでね、これはなかなか難しかったなっていうね。だからジャイアンツとしては、だから、ミスがやっぱ大きかったよね、その昨日のね、セーフティースクイズからのね、走塁が遅れるとかね、今日もフィルダーチョイスとかね、こいつとかね、もうちょっとね、ミス多すぎるね。今もめちゃくちゃチーム状況がいいわけじゃないけども、まあ岡本とかね、あの坂本とかも打撃が上がってきたからね、まあこっからっていうところはあるけども、ちょっとミスが目立つね。ちょっとキュッて締めていかないと、なんか無駄な失点しすぎてるね。まあ、そこが多い。逆に広島はね、そういったところをついて得点ね、防いで、そして得点をねしっかり上げて、このカード3連勝して2位になってるからね、すごいグゲームでした。阪神対ヤクルト17試合の試合4対2でヤクルトの勝利というところで、青柳ね、まあ2軍降格っていうところあったけども、青柳6回107球5安打3三振3四球2デッドボール4失点と、まあ、前回もねめちゃくちゃ荒れてたからね。前回ね、対 DeNA 戦、5回ね、4四死球1デッドボールね、自責点3っていうところではね、めちゃくちゃ荒れてたからね。だからもう、その中でね、よくそこの失点で収まったなっていうところもあったから、もうちょっとね、ずっと制球悪いから、まあこれ仕方ないよね。バランスも悪いし、で取りに行ったところ打たれるっていうね、最悪な、投球になってると。で、ヤクルト先発吉村ね、5回3分の2、98球4安打4三振1四球2失点とね、しっかり死体をまとめ上げたっていう、あと序盤のねしっかりした得点もあったしね。でその後、丸山エスパーで山本木沢石山とね小刻みに継投しながらしっかりねその2点差っていうことを守り切ったのは大きかったんじゃないでしょうかね。まあ、吉村もねこれで4勝2敗防御率 1.85 だから、昨年新人を取れると俺は思ったけどもね、まあ、今年はねここまでいいピッチングね。でしかも今日ね2失点だけど自責点ゼロだからね、まあ、ミスがっていうところもあったからね。まあ、その中でヤクルトはね、初回、先頭丸山フォアボール、中村2番に入ってね送りバントを決めて長岡がセンタータイムリーヒット。だからもう少し送り事故で言っては丸山長岡気をつけていこうっつってね。で、3回表ワンアウトからね丸山ライト前中村アウトになるけども長岡センター前ヒット。2アウト1塁からね村上甘めに入ってきたところね、ちょっと低かったけどね、村上としてはちょっと先でしたって言ったところもあるけども、右中間ね、スリーランホームランで一気に4点。これがね、めちゃくちゃ大きかったね。ヤクルトもね、なかなかチャンスなくね、まあ、この日ね、前日試合にね、スタメンで出場しなかった、ね、大山も出て4打数2安打1打点と気を吐いてね、坂本もね、3打数1安打とね、前日試合出てない選手たちが頑張ったっていうところあるけども、1番入った森下。だから1、2、3、森下、中野、近本がノーヒットはちょっと、タイガースとしたらこうちょっと得点ねパターンが減っちゃうよね。その中で4対0から来た6回裏ね、代打渡辺がライト前ヒットで、森下ショートゴロになるけども、中野のね、ショートゴロ、長岡がファンブレーラーで、ワンアウト1塁から近本三振するけども、大山がタイムリーヒットの近本がタイムリーヒットというところでね、ここでしっかり2点ね。このミスね、やっぱそういうとこは避けていきたいけども、まああとその後ねピッチャー陣がしっかりで、ね、
7回ね、エピサード、エスパーだね、小畑ね、前川中野にね、フォアボール出して2、2アウト満塁ピンチ作るけども、最後ね、そこから山本にしっかりね、変わって、ここね、ベンチ采配行く。ね。山本がね、近本、セカンドゴロに打ち取って、0点に抑えて、まあ、阪神としてはここだね、ここで1本っていうね、まあでも1、やっぱ1、2、3番がノーヒットはね、なかなかきつかったかなっていうところはありますけども、ヤクルトからね、打つべき人が打って、しっかりね、投手リレーで、まあちょっとね、シーズン序盤、長すぎバタバタしたところはあったけども、この日のようにね、しっかり抑えきればね、持ち前のね、長打力、強打力っていうところでね、しっかり得点を取って勝ち進んでいくためには、ヤクルトとしてはいい試合展開ね、阪神としてはやっぱ1、2、3番ノーヒットはちょっと厳しい試合ね、初戦でしたかね。阪神対ヤクルト1対0で阪神の勝利ということで、ビーズリー、ね、いたね、ビーズリーいた。ね、5回72球、2安打ランサーし、2四球無失点と完璧なピッチング、ね、今年初先発、ね、ビーズリーいた。忘れてた。ビーズリー、グッチ、ナイスピッチング、ね。で、ヤクルト先発ヤフーレ、6回3分の1、90球、3安打4三振、4四球1失点。まあ、1対0だからね、これはもうヤフーレ攻められないっていうところで、まあ、タイガースはね、4回裏、中野近本連続フォアボール、これ痛かったね、ヤフーでね。で、ツーアウト1塁から、大山がね、レフトへタイムリーヒット、でその後ね、渡辺が6-4-3ダブルプレーだから、その後トントントンってビッグイニングにしたかったけど、ここでビッグイニングにできないっていうところ、まだ阪神のね、状態が、上がらないとこかなっていうね。で、この8回にもね、チャンスを作って、ね、行くけども、1本出ず、そして7回にもね、ワンアウト満塁で、これね、ダメ押しのいいチャンス作るけども、木浪がね、1、2、3ダブルプレーっていうところで、まあなかなかね、後続続かなくて、まあなんとか投手陣でね、踏ん張って勝てたのは大きかったけども、まあもうちょっとね、打撃の状態ね、まあビーズリー、桐敷、石井、ゲラ、岩崎とね、いい形で抑え切ってね、よかったし、あとなんて言ってもこのね、初回ね、初回2アウト、2塁からね、梅ちゃんがね、スーパーワンバン取って、でセカンドランナー長岡がちょっと飛び出しててね、セカンドスロー投げてアウト。あれ、取ったのすごいね。取ったのがまずすごい。ね。あとね、セカンドランナー長岡、気持ちはわかるけどもね、やっぱりね、後ろ抜けてるの見てから走らないと。ね。あれも中途半端な走塁、あそこで村上が一本打って先制点あったかもわかんない中で、あの走塁はね、バーッと。しかし、梅野、グーッと素晴らしい。あれ素晴らしいね。もうファインセーブ。で、ナイススロー。あそこからよく投げ切ったしね。素晴らしかった。で、ヤクルトの攻撃的には8回もね、ワンアウト一塁から青木の打席ね、スリーツーだったんでね、岩田が自動スタートでスタートしたけども、セカンドハーフフライになってダブルプレーっていうところのね、まあ、あれはもう絶対帰れないからね、まあ、不運もあったし、まあ、C っていう一つのチャンスはね、まあ、阪神はね、そのフォアボール2つでね、得点に結びつけたけども、ヤクルトもね、5回の表、2つのフォアボールでね、2アウト1、2塁チャンス作るけども、竹岡がね、三振と。まあね、スプリットも良かったしね、ビーズリーね。まあなかなかね、渋い展開でしたけども、阪神ね、しっかり逃げ切ったっていうところは大きかった勝利だったんじゃないでしょうか。阪神ヤクルト7対2で阪神の勝利ということで、このカード阪神はね、2勝1敗の勝ち越しとなりましたね。まあ阪神先発ね、才木、6回122球、5安打6三振、3四球2失点。まあこれちょっと天候が悪くてね、グラウンドにも結構ね、土も巻かれてて、グランドコンディションでやっぱ良くなかったと思うんだよね。だからそこら辺足元緩かったりするっていうところでね、最後はね、初回、まあ立ち上がりね、その足元緩い中でちょっとアジャストしきれなかったり、ちょっと踏み込みがね、ちょっといつもより弱かったり、あとはね、守備ね、このワンアウト一塁から長岡のね、ボテボテのピッチャーゴロ、あれもゆっくり取りに行ってたからね。で、しっかり、で、ゆっくり取りに行って、滑らないように右足踏ん張ってファーストを投げた結果間に合わなくて、内野安打になったから、ああいったところ見てても、やっぱりちょっとね、グラウンドコンディション下が緩くて、踏ん張りきれない、ちょっとゆっくり歩かないと滑ったら怖いなっていうところはあったのかなと。で、その後村上フォアボールで、ワンアウト満塁からオスナがね、犠牲フライ。あ、じゃあサンタナが犠牲フライ。そしてオスナがね、センターへのタイムリーヒットっていうところで2点先制。ここはね、しっかりヤクルトがね、ついて2点取れたっていうのは大きかったけども、ね、ヤクルト先発ね、石川。3回62球、7安打1三振、2四球4失点と。だこちらも若干やっぱり踏み込み、ちょっと緩いから状態立ったような、まあ気のせいかもしれないけどするんだよね。で、その中で、まあ2回裏で、先頭渡辺投手で長岡がね、悪送球。だからこうやっぱミスは痛いよね。で、その後ノイジーがツーベースで繋いで、ノーアウト2、3塁から梅野が犠牲フライ。そして木の実のね、犠牲フライをしっかり打って、ね、
あのこのヒット1本であと犠牲、まあ、こういったところの点の取り方のうまさはね、阪神の強さの要因でもあるけども、まあ、しっかりこの梅のところもね、ライトを犠牲フライっていうところで、二塁ランナーノイジーもね、三塁にタッチアップできたっていうところもね、最高のバッティングを犠牲フライだったし、木田もしっかり犠牲フライを打って同点に追いつくっていう中ではいい形だったけども、このエラーからっていうのがヤクルト相手だよね。で4回裏、ノイジー、梅野、木浪がね、連続ヒットでノーアウト満塁のチャンスを作って、ここで再起で惜しいなし、フォアボール。やっぱ石川はね、制球力がやっぱ試されるっていう中でね、まあ、ここで押し出しは痛かったよね。で、その後近本がライト前ヒット。で、これね、ノーアウト満塁、まだまだ続くところで、中野1、2、3ダブルプレーで、森下サードゴロ、ここね、ピッチャー大西に代わって、大西、ピッチ、ね、よく踏ん張ったっていうね、ここでもう一気に試合、ゲームセットって終わってもおかしくなかったからね。でその後8回に阪神はね、ダメ押しっていうところでね、渡辺ノイジーそして梅野ね、送りバンドでオスナがフィルダーチョイスっていうね、だからまあ気持ちはわからんでもないけども無理っしょサードね、まあでもここ考え方一つなんだよね、もうこれで1点取られたらもう試合決まるから、もう1点防ぐね、リスクを取って大量失点しても仕方ないっていうところでいくっていう、この考え方はね、俺はありだと思うんだよね。これがまだ1点差とかだったらあるけども、もうこれね、阪神にこの5対2になった時点でもうなかなか難しいじゃんね。だからこの2点差を守るためにもうギャンブル的にサード投げたね、これで大量失点しても仕方ないわ、この考え方は俺はありだと思う。まあでも結局ね、その後木浪ね、原口がね、タイムリーを打って3点、まあこれでね試合が決まったっていうところはあるけどもね、まあ、フィルター消失もあるけども、その考え方はね、まあ俺は悪、そういう考え方だったと思うけどね、このもうこのまま1点取られたら終わりやっていうね、1点取られるぐらいだったら大量失点でもいいっていう考え方とね、大量失点するぐらいだったらここはもう1点やってもいいっていうところの状況の考え方もあるから、まあそれに合わせてねプレーするっていうのも非常に大事だけども、ヤクルトとしてはね、まあ初回の2点だけだったからね、なかなか苦しい展開だったかなとね。でまああとは5回裏ね、この2アウト1、2塁からサンタナの打席ね、ここでサンタナがっていうところもあったけどもね、よく才木がね踏ん張ったかなと。でここねテレビ東京 あのリアライブね、出演させてもらってますけども、結構頻繁的にね、まあ、そこでねこのサンタナの一球解説、全球解説っていうところをねやったんで、ちょっとやっていますね。同じようにここね初球はね、あのまあサンタナね一発で同点っていうところで、まあ、フォークね勝負球で入って空振り、このストレファーストストライク大きかったね。でその後高めに見せ球をつけて振ってくれればラッキーというところでね、まあ、振らなくてワンボールワンストライクと。でここでまたサンタナで変化球、またフォークボールかなって頭あるところでアウトコースのストレート、フォークと高め行ってフォークと見せかけてストレート、この配球はね上野めちゃくちゃ良かった。でワンボールツーストライクからスライダー、前の打席スライダーでライトフライ打ち取ってるっていうところでストライクからボールないスライダー、これはねサンタナよく見逃して、ツーエンドツーから勝負球のフォーク、これもねサンタナよく見逃して、で最後何行くかなっていうところでその前のスライダーより曲がり幅を抑えてコントロールしたアウトコースギリギリのスライダー、サンタナはボールと思って見逃したけども、梅野のキャッチングも良かったし三振、このね配球もね素晴らしかったし、投げ切った才木も素晴らしかった。まあ、結果ねこのカード2勝1敗で阪神の勝ち勝ち、素晴らしい戦いだったと思います。 DeNA 対中日初戦ね、17日の試合2対1で DeNA の勝ちというところで、 DeNA 先発東ね、7回3分の2 123球、6安打7三振1四球1失点とね非常にまとめ上げた試合、グッピチね。で中日先発は、ね、6回102球6安打3三振2四球2失点と、こちらもね素晴らしいピッチング、グッピチね。まあ、初回だけだからね、お互い初回に点取り合って、あとね、0点だから、まあ、中日ね、初回、岡林センター前、山本三振するけども、カリスタがレフト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から細川がね、犠牲フライを打って、しっかりで、ね、得点、チャンスをものにして1点先制。その後の1回裏に、DeNA ね、1番、エビナがレフト前、エビナ、対中日7割超えの打率ってすごいね。で、オースティン帰ってきたね、2番オースティンサードゴロ、筒香サードフライで、2アウト1塁で、チャンスついえたかなっていうところでね、牧が、タイムリーツーベースで1点、で、宮崎もったタイムリーツーベース、2者連続のタイムリーツーベースで2点で逆転とね、まあ、特定シーンここだけだからね、あとはしっかり踏ん張ったっていうところもあるけども、まあ、このね、中日もね、中田が抹消されて、ビシエドがね、非常にいい形でね、活躍してるっていうところで、2回表ね、先頭ビシエドがセンター前、で村松送りバントを決めるけども、木下ね、チャンスに打てず、で、まあ、涌井はね、ショートライナーでいい感じだったけど、まあ、なかなかそれは難しいと。ね。で、3回にも山本ヒット出るけども、ね、ここでね、2アウト1塁から、キャッチ山本がファーストさせて、アウト、山本、頑張れ。だこういったところがね、ちょっと、こう、チャンスがついえていくからね、こういうミスはね、やっぱ中日としては避けていきたいよね。で4回もね2アウトからビシエドヒットを打つけども続かずね。
でも5、6、7とね、チャンスなかった中でね、8回、ワンアウトからね、福永フォアボール。で、岡林三振するけども、山本がセンター前。で、2アウト1、3塁で、ここでね、東に代わってピッチャー、伊勢ね。で、そこから山本が盗塁成功して、2、3塁になってね、一気に逆転いくぞっていうところで、最後ね、三振。最後の伊勢のストレートをうなってたね。切れてたしね。で、9回ではね、森原が上がって、まあ3人で抑えてね、ゲームセットというところで、まあピンチもあったけどね、しっかりそこを防ぎ切ったっていうところもあったし、まあドラゴンズとしてはやっぱその山本の、ああいうのね、DeNA がね、初回、2アウト1塁から得点したように、あそこで細川でパーンって得点する可能性もね、あった中で、ああいうね、牽制刺されるっていうのは、ちょっとね、っていうところもあるし、ね、そこをしっかりね、隙を見逃さず、完璧なプレーした山本、グッと、ナイスプレー。ね。で、DeNA としてもね、その2回裏ね、山本京田が連続ヒット。で、ここ、東がね、スリーバンドしば、ここでバンド、やっぱ東ちゃんとしとかなきゃ。そしたらもうちょっと楽な展開だったよ、自分でね。で、海老名がライト前ヒット。で、ワンダウト満塁で、とは言いながらここでね、よし行こう、ビッグゲームっていうところで、オースティンがね、1、2、3ダブルプレイっていうところで、まさかのダブルプレイ。ここで本当にパンパンで点取ってたらもっと楽な展開だったけども、まあ立ち上がりね、枠もバタバタしたけども、そこからしっかり抑えながら、その後ね、チャンスらしいチャンスもね、なかなか DeNA としてはなかったけどもね、なんとかね、投手陣が、踏ん張ったかなっていうね、東、伊勢、森原とね、非常にいい形でね、踏ん張って、やっぱ東が投げた試合に勝つっていうところはね、DeNA としては大事なんで、初戦いい形の勝利だったんじゃないでしょうか。DeNA 1日3対2で DeNA の勝利ということで、ここも DeNA がね、2連勝に向けてカード3連勝を今日ね、するのかっていうところで、DeNA 先発中川ね、6回74球、5安打2三振、1四球2失点。めちゃくちゃフォーム良くなってたね。なんか前まではちょっと顔がすぐペローンと向くけども、この L の感じになってきたね。この体沈み込んでね、最後にグッていう一押しがね、フォームが俺良くなってきてるんちゃうかなって思うんだよね。アンダースロー研究家としてはね。しっかりね、2失点と抑えていいピッチングだったし、中日先発松葉ね、4回73球、6安打4三振、1四球3失点と、まあこの2回ね、2回だけ、2回、ね、先頭宮崎2ベース、佐野がセカンドゴロ、進塁打打って、ワンアウト3塁からね、山本が犠牲フライで、2アウトランナーなしから、京田がレフト前ヒット、そして2アウト1塁から、中川のもう、ライトスタンド中段へ、ホームラン、グッバッテン、二刀流、素晴らしい、もう、ね、柳田パリのホームだったよ、もう。ヤギー川だったよ、ほんと。で、このね、3点で、まあ、逃げ切っていくんだけどもね、まあ、中日としては初回からね、ツーアウト1、3塁チャンス作るけども、5番板山1本出ずっていうところもあるしね、でそこからはなかなかね、ヒット出ず中川に抑えられてるんだけども、5回の表ね、先頭村松ライト前、で、石橋レフト前ヒット、で、ノーアウト1塁から大島がね、ショートゴロの間に、ランナーが進塁して、ワンアウト2、3塁からね、岡林ライト前タイムに、で、三好がね、レフト犠牲フライを打って、2点とね、取って、こっからね、もう1点っていうところもあったけどもね、まあなかなか後続続かずに、リーフにね、踏ん張り切られて、ね、ジエントっていうね、形で抑え切られたかなっていうね。で、DeNA はね、中川の後、伊勢、山崎康明、森原とね、しっかりリーフ抑え切って逃げ切り勝ちというところでは、試合展開も良かったし、この中川のね、二刀流。さすがね、高校通算26本ホームランも打ってるだけあってね、素晴らしいバッティング。あとやっぱり本当にね、投球フォーム良くなってるなっていうところもあるんでね、非常にいい勝ち方だったんじゃないでしょうか。DeNA 対中日、3対2で中日の勝利ということで、このカード2勝1敗で DeNA の勝ち越しっていうところになりましたね。まあ最後ね、中日はね、3連敗することなくね、勝ち切った。まあ最後は守備力でドラゴンズが上回ったっていうようなね、試合展開出してきた。試合展開でしたけどもね、中日先発柳、5回82球、6安打1三振、2四球1失点ね。で、その後ピンチを作って、斉藤、藤島、清水、松山、マルティネスとね、しっかり、リーフでね、繋いで、まあ松山はね、1失点したけども、なんとか逃げ切り勝ち。DeNA 先発ね、大貫、6回3分の1、93球、9安打2三振、1四球3失点。だけども、自責点はね、2というところでちょっとミスがね、っていうね。で、まあ、その後ね、坂本、徳山、石川とね、無失点で踏ん張ったから、まあ、このね、ロースコアの展開になりましたけどもね、まあ、その中でね、DeNA を先制っていうところで、ワンアウトからね、海老名がツーベース、そしてオースティンがね、レフトへタイムリーヒットというところで1点先制。でも、すぐドラゴンズがね、この4回裏に1点取れたっていうのも大きかったけども、その中でね、福永がサードゴロ、ファンブルエラー、宮崎っていうね、これ痛い、バッと。ね。で、細川ライト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁のチャンスを作って、板山のね、
ファーストゴロ、オースティンがね、フィルダースチュースでホームに投げてセーフ。まあ、あれでも、下がった時点で無理よ、ホームは。しかもノーアウト一三塁。前に行って取るんだったらいいけど、下がって取ってホームだからね。しかも送球も、それてるし。で、その後ね、カリステ送りバントを決めて、で、岡林、柳とね、まあ、ヒットが出ずね。まあ、岡林で決めなきゃいけないんだけどね、8番ね。で、点取れなかったから、これそこのね、フィルダーショイス1点だけだからよかったけども、これいきなりビッグゲームもあったから、もうあそこはセカンド投げてダブルプレー狙って、まあ取れたらいいし、取れなくても1点やってもね、っていうところが大事だと思うから、あの方もね、よく2つもミスして1失点でしのいだなと。大抜きね、クピチ。ね。で、6回もね、板山カリストが連続ヒット。で、岡林アウトになるけども、代打ね、大島っていうところで、2アウト1塁から大島がね、ライトへ勝ち越しタイムリーヒットを打って、1点勝ち越し。そして7回にもね、ワンアウトから山本フォアボール、福永ね、内野安打でワンアウト1、2塁、細川がね、レフトへタイムリーヒットを打って、これね、もうここもね、佐野がちょっとね、取るのを丁寧に取りすぎたよね。じゃ山本のね、ナイス走塁っていうところはね、あるけどもね、本塁ね、ちょっとなんかレフトね、佐野大事に取りすぎて、スローイングまでの時間かかったかなっていうところはちょっともったいなかったけどね。で、3対1の状態で、まあ、8回ぐらいね、ピッチャーね、中日は松山に代わって、先頭筒香レフト前、宮崎三振するけども、代打黒原がライト前、で、ワンアウト1塁からね、ヤンモンドがライトへタイムリーヒットを打って、ワンアウト1塁、これで一気に同点に行きたいところで、代打大和ね、ここを6-4-3ダブルプレーっていうところで、ね、ショート村松、ね、そして、セカンドね、田中美希也だったと思うんだけどね、このショートね、村松取りながらになってね、田中美希也も取ってからね、ワンステップして早かったね。大和ヘッドスライディング気持ち分かるけど、ちょっと最後遅くなってたような気がするけどもね、まあ、ここでね、最後は守備の差っていうね、アグレッシブにいったところでね、ダブルプレーでピンチをね、しのいで、まあ、1失点で終わってね、最後、ライデル・マルチネスが出てきて一塁三とね、三者凡退で抑えて勝ち切ったっていうところでは、やっぱりこのね、守備力がね、大きかったかなっていうね。やっぱ DeNA はその得点に絡んじゃってるからね。宮崎のファンブルエラーからね、ランナー出てからオースティンのフィルダーシュート、あそこ1点で収まったからまだ良かったけどね。複数失点しててもおかしくなかったからね。あとはそのね、あの細川のレフト前ヒットで若干佐野が丁寧、ハードチャージしなくて丁寧に行ったことによってね、セカンドランナーそこまでスタート早くなかったと思うけどもね、最後もね、帰ってこられちゃったっていうところではね、ちょっとミスのね、とか守備のね、プレーの一つ一つエラーになんなくても、一つ一つのことのね、ちょっと勝負どころのね、プレーが、勝負どころのプレーが大事だからね、日頃エラーしてても勝負どころっていうところが大事なところで、村松、田中ね、ダブルプレー、あの速さ、あれはね、素晴らしかった。もう、田中も菊池ばりのね、忍者守備力あるよね。そういったところでは、そのね、ピンチを防いだ守備っていうところがね、この中日の勝ちにね、守り抜いたところだったんじゃないのかなと思います。まあ結果はね、DeNA の2勝1敗でこのカード勝ち越しでした。さあ、ということで今週ベストナイン発表していきましょう。まずはパリーグから。ピッチャー、オリックス。山崎幸也。オリックスの時よりいいかも。はい、キャッチャー、オリックス。森、打率上がってきました。はい、ファースト、楽天、鈴木大地。34歳、今年35歳、まだまだ元気です。セカンド、日本、石井、グッバッティング。サード、ソフトバンク、栗原、安定だ、はい。ショート、オリックス、紅林。オリックス、逆襲のキーマンは、紅林。活躍必須です、はい。レフト、ソフトバンク、今度、サヨナラホームランにサヨナラヒット、連日です、はい。センター、日本、松本帝京魂。ライト、ロッテ、岡弘美、サンセット弘美、はい。DH、ソフトバンク、柳田、最強クリーンナップ構築。リリーフ、ソフトバンク、長谷川、リリーフで2勝。グッピッチ。セリーグ、ピッチャー、ヤクルト、松本、史上初の初登板、初完封、無四球で2桁奪三振は史上初です。はい、キャッチャー、広島、坂倉、打率上がってきた。はい、ファースト、巨人、岡本、復調気配。セカンド、巨人、吉川、週間全試合ヒット。はい、サード、巨人、坂本、8安打、全試合ヒット。なのに、チームは週末3連覇。はい、噛み合わせ悪い。はい、ショート、広島、小園、6安打、6打点、効率いい。チャンスに強い。さすが4番。はい、たまに3番でも打ちます。はい、レフト、広島、末金、怪我から復帰でいいところのスリーラン、ナイスバッティング。はい、センター、DeNA、海老名、好調位置。
ライト、中日、細川はチームが上昇するためのキープレイヤーです、はい、ピッチャー、中日、ライデル・マリティス、He's God、はい、さあということでね、終わりです。まあ、まだね、あのセリーグはあの1位からね、最下位まで5ゲーム差っていうところで、もう1週間でね、大シャッフル行われてもおかしくないからね、阪神、広島、巨人、DeNA、ヤクルト、中日ということで、広島はね、1.5 ゲーム差、巨人がね、首位に2ゲーム差で、DeNA が首位に 4.5 ゲーム差で、ヤクルト、中日が同率の最下位で、首位に5ゲーム差っていうところでね、まだまだ、まだまだ、DeNA も、3位に 2.5 ゲーム差だし、ヤクルト、中日も3位に3ゲーム差だからね、これはもう1週間で十分ひっくり返るっていうところではね、まあ今の順位の中ではね、まあついてますけども、まだまだね。はい。パリーグはね、ソフトバンク、日本ハム、ロッテ、オリックス、楽天、西武というところで、1位ソフトバンクと2位日本ハムのゲーム差が6というところで、セリーグの1位から5位、6位より広いっていうね。で、ロッテがね、首位と8ゲーム差。で、オリックスが首位と 10.5 ゲーム差。で、楽天が、首位と、11ゲーム差。そして西武が1位と 15.5 ゲーム差というところで、まあ、なかなか厳しい。もうね、交流戦でソフトバンクが負けてくれるのを祈るしかない状況になってんじゃないのか。でもあのチームが負けるのか。はたまた交流戦ソフトバンクが優勝したらもう終わっちゃうぞっていうところで、他の5球団ね、頑張っていかなきゃいけないですね。さあ、ということで、月曜日、総チェック終わりです。佐々木、誕生日の総チェックでした。それでは。